塾の赤岡島近くの玉江南岸にある塔である。全高600.0メートル、胸高454.0メートル。日本語では、公衆タワーとも呼ばれる。2009年9月に竣工2010年9月28日に一般公開が始まった。かつての中国語名は、反対矢座表記と反対あざ表記。公衆テレビ、観光塔のほか。 海心島広志州電子島広志州新電子島とも呼ばれた。2010年9月28日の一般公開に伴い、広州市は正式名称を広州島とすると発表した。英語名はグアンジャ TV& サイトシングタワーであったが、こちらも観点タワーとなった。広州市当局と広州テレビ局は広州新テレビ棟建築設計コンペで、 英国アラップ社の設計案を選んだ。この設計案は、公衆心情景をテーマとし、建物は繊細な腰をイメージした。塔の外観は、神戸ポートタワーと同様の鼓状の双極面構造であり、地上450メートルの傾斜した楕円形の屋上には高さ150メートルのアンテナマストが立っている。塔体は二重構造となっており、 外側は円形交換を溶接して内部にコンクリートを流し込んだコンクリート充填交換構造で向かって左に傾斜した支柱と反対側に傾斜した支柱及びリングによるメッシュ構造となっている内側は鉄筋コンクリート構造でエレベーター等を収容した楕円形の柱状である 島内部の1階から屋上までのフロアは5つのブロックに分かれており、テレビラジオ等の放送、通信施設や展望台だけでなく、展示場、会議室、ホテル、回転レストラン、一体映画館、ゲームセンター、各種店舗、庭園や空中回廊等、多くの施設を収容している。ゾーンごとに50元、100元、150元と入場料が異なる。 公衆棟には大型遊戯物も設置されており、傾斜した屋上の楕円の縁に、休憩の乗り物16台が、レール上をゆっくり周回する、ポッドライドが登場、世界一高い観覧車となった。また2012年1月18日には、展望台屋上より突き出したマスト部分にレールをつけ、世界一高い場所にある、フリーフォール、即興座橋がオープンした。 この他オープン時期は未定だが、バンジージャンプを行う計画もある。アンテナマストの上部92メートルをジャッキアップし、2009年4月23日に610.0メートルの高さに到達した。しかし、航空機の安全を確保するため、2010年6月にアンテナを10メートル下げて、最終的な塔の高さは600メートルとなった。 これは中国で一番高い電波塔であり、東京スカイツリーに次い世界で二番目に高い。2009年の完成時点で建築物として、ブルジュ・ハリーファに次ぐ高さ世界第2位であった。その後、アブラージュ・アルベート・タワーズと上海中心、平安国際金融中心と東京スカイツリーの完成によって第6位となっている。ありがとうございます。